イニングバーもいいけどやっぱりセドメな。はいどうもポンポンです。安定の京橋なんですけど、かなり老舗のお店で今までまだ行ったことないお店があったんで早速行ってきます。明け心オリジナルの日本酒とかもあるんですね。おお。生お願いします。まあいつも生飲むんですけど、一応メニューは見ますので。はい。はい、ありがとうございます。長久々やな。それでは編集終わりの一杯目。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい。のうちが困るやつ。これ何食べてらっしゃるんですか。フグ。フグ。冬限定メニューもフグだったり牡蠣やったりテッサやったり。うわうまそう。本店さんではこれは食べつかないとっていう。人気なのは、はい、豚足醤油焼き、土手に、はい、小芋の唐揚げが人気ですね。豚足の醤油焼き、どんなんやろう。結構量多いですか。これぐらいの大きさですね。これぐらい半分でも大きいな。カツオのたたきはポン酢か土佐風、こちらの方がいいですか。塩が効いた合わせ酢なんですよ。合わせ酢な。そうですね、合わせた酢ですね。醤油は使ってない状態で塩とかさって味付けした合わせ酢。ハーフハーフにしましょうか。はい、お願いします。それとおすすめしていただいた小芋の唐揚げと。小芋の唐揚げ、いつもおすすめ注文してへんやって突っ込まれてるんで、今ちゃんと注文しましたよ。大将が高知出身の方って。そうですね。あ、そうです。それでカツオのね、たたきをしたんですね。カツオのたたきはほんまに当たり外れあるから。こちらがポン酢。はい、塩たたきです、ね。うわこれでいくらですか。こう2皿で800円。そうですね、1皿800円。あ、しかもめちゃくちゃ厚切りなんですけど。うわうまそう。いただきます。土佐風からいただきましょう。にゃ、厚、分厚。あ、ちょちょちょ、塩にお酢のあっさりの味付けって、ほんまにカツオが新鮮じゃないと食べれないじゃないですか。マジでカツオの質が良すぎる。次ポン酢行きましょう。このトッピングアイテムもわかめがあり、ニンニクがあり、もみじおろしがあり、生姜があり、オニオンスライスにネギと豊富でございます。2階も結構広いんです。2階カウンター半分と、はい、ポリコタツ3階、3階もあります。3階もある。最後の最大30人。予約したら一人でも来れるし、団体でも来れる。すごい、もう予約で。そうです、予約です。はい、はい、数の場合です。焼きネギ、焼きネギ。
とうございます。おうわ好きなやつや。続きまして小芋の唐揚げ。お姉さんおすすめしてくださったけど、確かにあの飲み屋さんで見かけたらつい注文しちゃうやつ。YouTuber? YouTuber? So what kind of Japanese people, place, you like? Everything. Everything. Everything? Japanese food, Japanese cars, Shinkansen. Ozomi. Like everything is over, right? Today is global combo. Boy. But you have to try to speak to the people. ハイボールでこれだけ種類があるのも珍しくないですか？唐揚げですかね。はい、そのから。もう一品は悩んだんですけど、今日のおすすめから聞きました。ありがとうございます。あー、めっちゃ好きなやつ。はい、いやいやちょっと言わしてたけどな。さて、チーズは伸びんのかな。期待に応えてくれる。めっちゃ伸びる。ビール今日やってる。ポケモン。Oh my friends, that's what they like. All the people I work with, the kids. 冬の風物詩ですね。冬やからね、カニの季節ですよね。カニ身がなかなか入ってる。めっちゃ入ってる。ハズナバイちゃん。You ever seen American Passport? Creepy. That's how long it's been. Yes, yes. Thank you. Thank you.すごい居心地がいい。ほんまはね、もう一杯、もう一品ぐらい食べたいとこなんですけど、この後ちょっと友達とね、対象で合流するんで。Yeah, are you a friend? That was nice. Right. I think so. You know, it's just different. Totally different. Like the idea of a Thai. You like different. I like different. Every day, something. My office. Oh, you're at a machine. You don't know that? I did not know that. No.ごちそうさまでした。京橋ラブ、うちもラブやわ。本日は大阪の京橋にある徳田本店です。明け心本店さん行ってきました。価格はめちゃくちゃ安いかって言われたら、普段行くお店よりはちょっと設定は高めだったんですけど、でもやっぱり質がマジでいい。カツオのたたきは絶対食べて。今日はね、グローバルポンポンでお送りしましたけども、明け心さん行ってみたいやんと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そろそろ忘年会シーズンじゃないですか。なんでいいですよね。明け心さん、明心さんがどっちかなと思って。 Have you ever seen an American passport? アメリカパンポ? Have you seen one?わーお、何書いてるか全然わからん。ちょっと他ばっかりからな、見せびらかしたよ。あーかわいい、かわいい。個人情報やね。ポンポンです。あ、ちょっと惜しい、惜しい。